ゼリーがめちゃくちゃ酸っぱかったら、うん、カジサックは一体どんなリアクションをするのかドッキリー。け、頑張れ。お、いいよ。お、うん、いやいやいや、結構レモンいくんですね。結構いくね。いける、いける。え、そんな何のゼリーだっけ。レモン風味。レモン風味。そうそう。トモです。カナです。サンディです。よろしくお願いします。いやちょっと、うん、この3人、このメンバー珍しいですね。珍しいでしょ、うん、この3人でやる今回の企画は何かというと、ドッキリです。ドッキリです。かわいい。そうなんですよ。今回ドッキリなんですよ、はい、以前ね、うん、コジサック考案ドッキリってやったじゃないですか。ありましたね、うん、激草タオルですよね。あったじゃないですか、うん、実はなんと今回、はい、かんちゃん考案ドッキリなんです。あら、そうなの。飽きてるんじゃない。けんちゃん、今回なんとカンちゃんが考えてくれたドッキリなんです。おろ、はい、内容説明お願いします。わかりました。今回のドッキリの企画は、うん、家族が作ったゼリーがめちゃくちゃ酸っぱかったら、うん、カジサックは一体どんなリアクションをするのがドッキリー。激カワです。可愛いドッキリなんですよ、実は。そう、ゼリーがめちゃくちゃ酸っぱかったらどんなリアクションをするのかということなんですけれども、かんちゃん、はい、かんちゃん、お菓子とか作ったりするんだよね。作ったりする。そうなの、作るんですよ、うんうん、今こう夏じゃないですか、うん、で、カジサックは夏で夏バテで疲れていると、はい、で、はい、今回ゼリーを作るんですけれども、うん、その夏バテ防止ゼリーが、うん、激酸っぱでーす。激酸っぱでーす。激酸っぱでーす。かわいい。激酸っぱなんですよ。なるほど。じゃあ早速流れの方を説明したいと思います。お願いします。現在カジサックはですね、うん、レギュラー番組である、うん、あの内村さんのツボル動画の収録に行っております。はい、で、その収録中に、うん、女子チームで、うん、激酸っぱゼリーを作っていただきます。はい、うん、帰ってきたカジサックに激酸っぱゼリーを食べてもらいます。はい、終わり。はい、シンプルです。はい、こういう流れとなっておりますよ。単純ね、明快で。さあ、はい、もう女の子チームで作って、うん、それで仕掛けるっていうのがめちゃくちゃ可愛いでしょ。可愛らしい。さあ、かんちゃん、うん、パパが激酸っぱゼリー食べたらどんなリアクションすると思う。かんちゃんたちが作るじゃん、うん、せんちゃんがいるからさ、うん、どうしてもさ、酸っぱいとかまずいとか、うん、言いにくいんじゃない。あ、なるほど、なるほど。せんちゃんがしょぼんってなっちゃう、うん、確かに。うわ、じゃあめちゃくちゃ酸っぱいのこらえるってことだ。なるほどね。確かに。ちょっと酸っぱいめだねみたいな感じになるんじゃないかなって。なるほど。じゃあ酸っぱーとは言わない。そう。で、かんちゃんたちが吐けると、何やこれみたいになるんじゃないかな。なるほどね。これリアルだね。リアルっすね。それ確かにそうかもしれない。はい、じゃあせんちゃん。せんちゃんはパパが激酸っぱゼリー食べたらどんなリアクションすると思う？ぼわー。どうなっちゃった。完全に爆発しました。ボワどういうことで。すごいですよ。さあ、ということで、はい、早速やっていく。どうする、やっていく。やる以外ないでしょ。やる以外ないでしょ。そりゃそうだ。じゃあ、この後女子チームにはゼリーを作っていただきます、うん、ということで、むし。はい、全然ハマってない。じゃあ、それじゃあオナシャス行きましょうか、3人で、はい、それでは、今回も参りましょう。カジサックはどんなリアクションするのでしょうか。お楽しみにしてください。それでは参ります。せーの、オナシャス、やってくぞー。やってるでしょー。どうも、ヒロサクです。はい。さあ、ヒロサク、はい、女子チームでじゃあ激酸っぱゼリー作っていきましょうか。作っていきましょう。やばいじゃん。女子チームドッキリですから、今回初の試みです。うん、はい、ちょっと待って、まずは手を洗います。いい、ね、はい、手洗いましたよ。ママはもう洗いました。はい、早いです。ちょっとここだけ見てるとドッキリの映像とは思えないですけどね。本当よ、ドッキリですよ。嫁さん、こうやって
お菓子を作るんですよね、はい、あ、たまに作るんですよ、ね、はい、うん、そうやって作ったものってカジサックっていつも食べてるんですか？食べてくれます。あ、そうなんだ、うん、じゃあ今回も何の疑いもなくね、うん、すっとこう食べてくれるということですね、はい、もうじゃあまずは、はい、レモンを切っていきます。はい、はい、切りたい。いいよ、じゃあ、いや、これちょっと硬いから、うん、でこれを切ってで、はい、ここに絞ってください、はい、じゃあまずかんちゃんから。かんちゃんからグリグリするんだ。そうだ、あ、上手。そうたくなれっつってグリグリするんだ。かねやろかじさくこれ食ってリアクションしやがれかんちゃんはそんな感情ではないですよ激カワドッキリですか、これ。はい、せんちゃんがすごい見てるからいい匂いだねかわいい。せんちゃんもやりたいね。うん、せんちゃんやりたい。せんちゃんできるかな。結構力いるんじゃない、うん、かんちゃん一緒にする。じゃあ綺麗に絞れたね。じゃあうん、上手。待って、椅子持ってきて、うん、そうやってね、お姉ちゃんが。あ、いいね。膝立てしな、膝立てちょっと高い。うん、せんちゃんいってるか。頑張れ頑張れ、け、頑張れ。お、いいよ。お、うん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。せんちゃん、力持ち。おぉ、おぉ、いいじゃん。すごい。せんちゃん、いいよ。いいね。うん、仕上げやってもいい？おぉ、いいじゃん。いいね、いいね。いいんじゃない？うん、いい感じ、いい感じ。目ではないんだ。種だよ、せんちゃん。米ついてんな。あ、でも、すごい。結構、絞れましたね。うん、うん。じゃあ次ママやるよ。はい、はい、もう一個するの。みんなで作れるのがいいね。いいですね。今のとこ本当にめちゃくちゃ可愛い映像ですね。可愛い、もうただただほっこりするよ。うん、いちご飴的な、うん、そうですね。結構レモンいくんですね。結構いくね。はい、結構いくよね。うん、ただあんだよね。激酸っぱです。ただ酸っぱいんじゃない。あ、そうですね。失礼しました。これめちゃくちゃ酸っぱいんじゃないの、うん、もうすっごいすごい匂いよ。はい、これを。うわー、出た出た、すごい。どう、かんちゃん、もうちょいだね、うん、あれあれ、もうちょいだな。やっぱりドッキリ大好きな人が一人いますね。そうなのよ、容赦ない人がいるのよ、実は、うん、もう最後の最後までレモンを最後の最後まで行こうとしてる。よし、じゃあせんちゃんが全部絞れるように一個ジップロックでやってみようか。あ、なるほど、なるほど。ちょっと絞り方を変えて、せんちゃんこれで、あ、これ、なるほどね。ぎゅーって、せんちゃんいけるか。楽しそう。両手で、うん、両手で、ね、思いっきりもみ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 していいから、ぐーって、うんうん、眠れ。で、こうやって捉えてもらって、よっしゃー。あ、いいね、いいね、すごい、いいね。せんちゃんすごいね、今ので、これでもみもみしてごらん。そう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 、そしたら果汁がいっぱい出てくるから。うん、すごい。真ん中のバナナみたいね。ね、種があるから。上手じゃん、せんちゃん。すごい、せんちゃんがいっぱい絞れてるよ。いいじゃん。手大丈夫だった。せんちゃん、かんちゃんもちょっと叩いていい、うん、いいよ。いいんじゃない。いいじゃん、いいじゃん、上手、上手、すごい。出た。じゃあ、せんちゃん、これをさ、ここに入れて、じゃあ。はい、ちょっと果肉が入ってる。はい、そうそうそう、後でこすから、いいんだよ、果肉入ってる。うん、いいね、いいね。いや、かなり溜まったんじゃないですか。すごい、いい感じよね。200以上入れたい。ほんとだ、200。そうだ、めっちゃ弱いぐらいだね。よし、じゃあ、ここでこしましょう。うん、うん、ドボって。あ、上手。うん。よし。うん。せんちゃん。せんちゃんもやりたい。よし。あ、いっぱい取れで。さあどうだ。あ、もうちょいかな。ね。入れるね。可愛い女子チームでね。うん、かわいそうに。ねえ。うん、カジサックかわいそうに。映像だけ見たらこんなかわいいのにね。いつかここにね、うん、
はるちゃんも入ってくるんだな。ああ、そうだ。そうですね。楽しみだな。確かに。うん、女子チーム4人で。うん。もう、はるちゃん、考案ドッキリってやれるまで頑張るぞ。確かに。その頃でも、ともさん。ともさんが上見ながらこうやって。せーの。世界チャンピオン。はい、やったー。これはどうする？うん。いくよー。はい。さあ、どうだ？どうでしょう？いいと思いまーす。やったー、うん、はい、次はお水を 100cc 入れてください、はい、レモンにお水 100cc、 はい、うん、はい、はい、大さじ2を、うん、2の砂糖を入れます。はい、せんちゃんが入れやすいように器に移して。なるほど、なるほどね。はい、はい、うん、はい、じゃあせんちゃんお願いします。いっぱいすくって、うん、砂糖入れてね。うん、結構塩だったら失敗だね。もうどんどん追い込むね。全部入れちゃおう。オッケー。いいよ。上手。上手。上手じゃん、せんちゃん。やっぱり。じゃあ混ぜてください。せんちゃん混ぜてください。はい。じゃあ次は火にかけます。はい。はい、おお。気をつけてね。さあこれで。うん。もう。大人に。なんかもうめちゃくちゃ酸っぱそう。ね。でもこれ夏バテ防止に効くことは間違いないですもんね。うん、クエン酸ですもんね。そうですね。だから体にいいことは間違いないです。レモンいっぱい入ってる、ね、そうそう、うん、ビタミン C。 そうそうそう、酸っぱいけど体に悪いわけじゃないですか、うん、そうだ ね、 うだね、うん、どう、果肉が浮いてるんだ ね、 ね、うん、もう良さそう、良さそう。さあゼラチン、うん、パンちゃんお願いします。お願いします。砂糖みたい。そうだね、うん、砂糖みたい。さあゼラチンが入りました、うん、しっかり溶かします。ね、うん、こう、うん、うん、トイレに肌こいたらどうする？怖ー。怖いよ。急に怖い。肌こさんね。肌こさん、肌こさん、トイレの肌こさん。トイレにさ、貞子、うんうん、貞子、あ、貞子になったね。貞子をトイレやったら開けれなくなっちゃうよ、うん、トイレ。そうだね、怖いよね。怖いもんね。貞子さんさ、せんちゃんトイレ行った時、貞子がさ、せ、うん、ちゃんがわーってなったらさ、うん、逃げ出せた、うん、ママが誰もいないから、うん、外に逃げて逃げらない、うんから、うん、それでソファーにいたらどうする？怖いよ。そしたらもうほんと怖いよ。怖いよ、これは。ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。完成しましたね。やった、完成。これを、もう完成、型に入れたら、はい、あの、完成です。オッケーです。はい。じゃあ、型に流し込んでいきます。はい。ちょっとこれ熱いからね、ママやるね。そう、ここはね、ママに任せよう。酸っぱいのかな。ちょっと食べてみないと。そうだよね、ちょっと試し食べたいよね。ジュースみたい。ゼリージュース。ゼリージュースだよね、こんなの。どうでしょうか。はい、どうでしょうか、うん、じゃあこれを冷蔵庫で3時間冷やす。はい、うん、はい、2時間。それじゃあ今から固まるまで冷蔵庫で冷やしていきます。はい、はい、行きましょう。出来上がりました。やったー、綺麗に固まった。うん、綺麗、うん、ね、固まりました。美味しそうね、はい、せっかく作ったんでちょっと味見の方をね、どんだけ酸っぱいか一応チェックしとかないとダメでしょ、うん、これは、はい、そうですね。せんちゃんが食べる。せーのがさん、はい、いただきます。じゃあ誰からいく。はい、じゃあ食べに取ろっか。うん、せんちゃんこっち、すごいね、よくこれ。ちょっと気をつけてね、量とか。うん、せんちゃん多いよ。いけるいける。大丈夫？激酸っぱでしょ。いける、いける。せんちゃん、そんなどう。めっちゃ食べてる。言ってたんだから酸っぱいんだって。どう、酸っぱいけど、うん、美味しい。美味しい味が、でもなんかレモンの、うん、味がすごい美味しいんだけど、めっちゃ酸っぱい。いやでもこれはこれでね、うん、いいと思う。せんちゃんが。ママも食べて。
ってみていいかな。めちゃくちゃ面白いじゃん。一気に行って一気に行って一気に行かない一気に行ってじゃあ、いただきます、はい、お願いします、うん、どう？もう一回行ってみる。どうですか？酸っぱい。さあ、ということで激酸っぱゼリー、うん、これ大成功ですね。はい、大成功です。これはカジサックちゃんとリアクションできるんじゃないですか、これは、うん、できそうです ね、これはね。さあ、ということで、はい、今回は女子チームドッキリなんで、はい、ちょっと我々はもう隠しカメラを仕掛けて、はい、もう帰りますんで、うん、はい、もうあとはお任せしちゃって大丈夫でしょうか。はいはい、はい、カジサック帰ってくるまでまだちょっと時間あるんですよね。あ、そうですね、はい、まだ帰ってくるよっていう連絡来てないので。わかりました、じゃあその前にバッチリ隠しカメラ仕掛けて帰りますんで、はい、じゃああとはよろしくお願いします。お願いします。作ったんだよね、ゼリー。ゼリー作ったよ。そう、レモン風味の、うん、あのゼリーでね。そう、夏バテ防止にいいんだって。ほんま、うん、いいよ。じゃあ晩ご飯食べたらずっともらおうかな。今食べて。え、今がいい。うん、だってあのさ食べた後より今の方がお腹空いてるからさ。美味しく食べてほしいってやつ。そう、お腹いっぱいで食べると苦しいじゃん。ちょっと手洗って着替えてくるわ。うん、はいはい、うん、グッジャンケンポイ。了解でした。数えてよ。あ、これ、そう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 、これ。いいやん、ええ感じやん、なんか。うそでしょ。うまそう。あれ当時どう？当時は今雲、はい、あ、そうか、そうか。え、これセンちゃんも来た。センちゃんも手伝ったよ。マジで、ね、すごいやん。うん、いや、食べたら。え、食べたら。いただきます。な、何のゼリーだっけ。レモン風味。レモン風味。そうそう、うん、結構酸っぱいね。え、美味しいでしょ。でもナッツバテのやつか。そう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 、美味しくない。体にいいんだって。酸っぱい。酸っぱい。え、美味しいか美味しくないですか。美味しい。美味しい。美味しい。でも美味しいって顔はしてない。いや、美味しいよ、うん、美味しいねんけど、うん、結構酸っぱい。頑張って作ったのにね。うん、え、頑張って作ったの。かんちゃんとせんちゃん二人で。二人で、私ちょっと手伝って。火とか使う時はママが。そう、結構酸っぱいで。そんな酸っぱくしたっけ。うん、美味しく作ったよね。うん、そうやろ。何が。え、美味しく作ったじゃん。うん、そうやろ。本当だよ、本当だよ。やってるやん。やってるやろ。いや、やってる、やってるやん。おまけ。やってるやん。やってないよね、せんちゃん。やってないよ。ほら、せんちゃんやってないで。いや、やってるかやってないかだけで言ってよ。やってない。やってない派、せーの、はい。ほら、せんちゃんだって嘘つかないの。あれじゃん。いや、だって、うん、ソンボさんたちが、ソンボさんやけど、ソンボさんたちがさ、カメラ忘れたからさ、うん、高い位置に置いてるだけ。めちゃくちゃ変な忘れ方。
ちょっと忘れたからね、触らないように高い位置に置いてる、うん、そう、うん、センちゃんが触らないようにね、そう、ちょっとごめんちょっともうごめんね、うん、めちゃくちゃ酸っぱいね、もうおかしいぐらい、おかしいぐらい酸っぱいもん、ごめん、もうちょっとごめんなさい、せーの、ドッキリ大成功ごめん、どういうドッキリこれ、かんちゃんたちが作ったゼリーが激酸っぱドッキリでした、レモンです、ちょっと待って、トンボテスタケは帰ったよ、帰ったよ、そんなん今まであったっけ、カメラ設置して帰りました、そう、はい、そうだよ、成功したぜ成功したよ成功、トンボ安田家、今後もドッキリは事務所だけにしてください最後まで見ていただきありがとうございます、チャンネル登録お願いします、 Twitter のフォローもお願いします、またお会いしましょう。